2011年3月11日に発生した東日本大震災から明日で丸2年。震災後、東北大学に新たに設置された災害科学国際研究所主催のシンポジウム、復興の支援と日本の再生が仙台市青葉区にある仙台トラストタワーで開かれました。まあ、最近の地震学では、いわゆるアスペリティモデルというのが考えられていて、沈み込むプレートの境界というのは、べったりとどこでもくっついているわけではなくて、いくつかのこういうパッチ状の、固着した部分に分かれていると。でこれが、壊れるのが地震であるという、ことが言われております。災害に対して我々にできることは何か。今回のシンポジウムでは、さまざまな分野の教授たちが研究者としての役割を再確認し、震災からの復興と日本の再生に向けてどのような研究や活動をしてきたかを振り返りました。この2年、震災の被害から一人でも多くの命を救い、安心した暮らしを目指すための研究が行われてきました。その中には、地震災害リスクを軽減したまちづくりプランや防災対策、災害ストレスに対するメンタルケアなどがあります。非常に多くの方が亡くなられて、そのことによる影響というのは非常に多くの方が出ている。かなり軽くなってきている方が多いです。ところがですね、同じぐらいの方が、今頃になってやはり出てきているということで、ですね、全く総数としてはですね、変わらないというような状況です。まあ、依然注意深くですね、サポートしていく必要があるということです。また、復興へ向けて活動している方々によるパネルディスカッションも行われました。今回発表された研究は、日本復興への先導となっていきます。東北の研究者たちの努力と活躍が後世に伝えていく礎となっていくに違いないでしょう。